松井秀喜さんです。どうぞこちらの方へ、はい、いやなんだかな。あ、なるほどね。はい、バット引いていただくとテーマが出てきます。じゃあ一番手前からでいいですか。はい、あ、ちょっとじゃあ見せて。ニューヨーク生活どうよということで、はい、何をどうした、仕事としてはヤンキースの、はい、一応アドバイザーという肩書きであのマイナーリーグの若い選手を見ています。あのトリプル A とかダブル A って言ってもわからない方がいるかもしれないですけど、あのメジャーの下 の若い選手たちをの、バッティングを一応見てますけど。どんな風にあのコーチングしてるんですか。基本的にも個人個人違いますけど、あのなるべくそのいい選手に、ね、共通していることを、伝えるようにはしてます。例えば、はい、いや、いい選手はこういう風に打ってるんだよっていうね、いうことだから、それで僕が言うよりもね、ほらジータンはこうやって打ってるでしょとかね、エロドはこうやって打ってるでしょっていう風に言った方がなんとなくね、若い選手も耳がちょっとピクピクってするんで、なるべくそういう風に言うようにはしてますけど。これ伝える時は英語ですね、はい、それは、まあ、もう全然なんて言うんでしょう、不自由なくというか、英語で冗談言いながら。不自由ありまくりですね。嘘です、嘘です。いやいや本当ですよ。聞いたことありますけど、ウオさんみたいに僕上手じゃないんで。全然私も上手じゃないんですけど、松井さんやっぱりその気持ちとか技とか体の使い方ってすごく細かいってなるじゃないですか。いや、もう本当に自分の体使いながらやります。だから言葉で、日本語が日本語で10伝えられるとしたら、はい、英語だともうどうだろう、半分もいってんのかなって感じはしますけどね、自分では。言葉では、はい、じゃああと体で見せていく、体とかニュアンスとかちょっと違う言い回しでやろうとはしますけど、難しいです。やっぱりまあそれも勉強かなと思ってるんですけど、はい、あのそこにどうやっていくのかっていう、トリプル A とかダブル A という、うん、そういう傘下のチームって遠いところにあったりするじゃないですか、はい、そうですね、だいたい2時間ぐらいあります、はい、自宅から。そこも車で毎日運転していきます、自分で。なんかそれ、あと生活の方はどうですか。朝何時に起きて、ニューヨークのどんなおしゃれなものを食べて、どこ散歩されたりする。いやいやいや、そんなね、優雅なものじゃなくて、もうなんか毎日家の中のことで忙殺されてるような感じがします。え、どういうことですか。まあ、家族のね、はい、がいますんで、はい、まあ、子供をね、学校送ったりとか、はい、英語だマンみたいな。いや、日本語をやっぱり喋られさせたいんで、日本語で僕は喋りますけど、はい、向こうはやっぱりね、英語の方がだんだんなってくるんで、ね、こっちはいじりも日本語で返してますけど。あ、ちょっと英語混じり日本語であの子育てしてるわけじゃないですか。いやいやいや、僕はやっぱり英語は絶対向こうは嫌、ね、でも覚えると思うんで、あ、はい、だから日本語はやっぱりちゃんと喋ってほしいんで。じゃあ正しい日本語、僕の日本語が正しければ正しい日本語を教えてるつもりですけど。どうでしょう、なんかそういうあの生活っていうのって、選手時代それこそずっと高校から もう野球漬けだったと思うんですけども、はい、生活をしてみてなんか自分で変わったとこってありますか、人としてというか。野球やめてからですか。はい、子育てもする、そのお家のこともされる。あ、そうですね、まあ、僕自身はそんな変わった感じはしないんですけど、うん、やっぱりでも生活のリズムというかね、そういうのはもう全く変わりました。やっぱりね、野球のこと考えなくていいんで、自分のね、だからもうその辺はもう自分の中のなんていうんですかね、大事な割合がね、うん、全然違う方に行ってますんだから、うん、はい、じゃあ順番でいいですか。はい、はい、これですね、決断。決断怖くなかったっていうのは、まず VTR をご覧いただきましょう。はい、アメリカメジャーリーグでプレーするということを望み、その道を選びました。大リーグ挑戦ですか、それとも向こうで骨をうずめるつもりでプレーされるのか。中途半端な気持ちでは、いけないと思いますので、まあ、強い気持ちを持って、いくと裏切り者っていうふうに思われるかもしれませんが、いつしかね、まず言ってよかったなと、言ってもらえるような、気持ちを持ってですね、頑張ります。
今改めて2002年ですから、はい、16年前ですけれども、はい、どうご覧になりました？まあ懐かしいですけどね、まあ、当時の気持ちをね、ちょうど今ぐらいの時期だったんですけどね、あの時も日米野球やってたんですよ。そうですね、あの巨人に優勝して、はい、そうなんですね、そしてそのやっぱり決断するのはちょっと重かったです。ちょっと今までではない重さはありました、はい、なんかあの記者会見、まあ、今見るとその後結果出されてメジャーで、まあ、成功というかもうあのワールドチャンピオン、そして MVP もなられてるんですけども、すっごく緊迫感のある記者会見だったっていうのを覚えてるんですけども、あの時の心境って、記者会見のやれるぞ、あのメジャーできっと俺はできるから行くんだってい う, こう自信に満ち溢れたものだったんですか、それとも本当にどうなるんだっけっていう感じだったんですか？どちらかというと後者だと思います。全然その自信というものはなかったですけどね、ただやっぱりやりたい、向こう側のね、アメリカでやりたいっていうね、その気持ちが勝ったので、決断しましたけど、でもやはりね、長年お世話になったね、ジャイアンツにそのことを伝えなくちゃいけない、ジャイアンツファンにそのことを伝えなくちゃいけないっていうことを考えると、もうこういう感じになっちゃいましたね。こういう感じで、この、あの、会見の感じになっちゃいましたね、なんか裏切り者と呼ばれてもっていう、あの本当にジャイアンツファンのことを考えて、ご自分の人生でご自分の野球の決断なのにそこまで思うのかっていう、なんかそのファンへの思いやりにちょっとびっくりするぐらいの言葉が出てきましたけど、そういう気持ちだったんですかね。そうですね、やはりね、自分自身ジャイアンツのね、4番バッターということに対して、ね、すごい、なんていうんですかね、誇りというか、重いものを背負いながらやってるつもりだったので、やっぱその自分がね、そのフリーエージェントとはいえね、自らの意思でね、違うところに行くっていうのはやはりかなり重かったですね、やっぱりね。までございますが、はい、じゃあ行きますよ。あ、そろそろ日本にということで、どうなんでしょうか、これは。これ日本来るたびにこの質問されるんですよね。そうですよね、どうですかね。ただやっぱりね、日本の野球で僕10年もお世話になったし、はい、ジャイアンツ10年お世話になったんで、その気持ちは常に持ってます、はい、だからね、じゃあいつ戻ってくるんだとかね、何するんだとかね、そういうことまではまだね、具体的には考えてないですけど、やっぱりその気持ちはあります、やはりね、やっぱり僕は長嶋監督にね、本当に愛情を注いでもらって、選手として成長できましたので、その気持ちはやっぱ忘れてはいけないと常に思ってます。視聴者の方からこんな質問が。ズバリ、ジャイアンツの監督になる可能性はゼロですか？番組には申し訳ないですけど、ゼロではないと思いますよ。あ、番組の名前ゼロ、それに引っ掛けて、はい、ゼロではないとは思いますけど、すごい将来という、そうですね、将来のことは分かんないですよね、はい、何事も可能性ゼロじゃないと言ったらね、そうかもしれないですけど、でもゼロではないと思います。一個ちょっと意地悪な質問していいですか？はい。両方来たらどうします？巨人とヤンキース監督。いや、ヤンキースの監督ありえないですよ。いや、でも分からないじゃないですか。いや、分かります。何でも可能性ゼロじゃないじゃない。いや、まあ、確かにそういう意味ではね、はい、うまいですね。いや、まあ、それはちょっと可能性としては、あんまりないとは思いますけど、はい、これ今はい、はい、すいません。おー、なるほど。あの拒否権あります、どうしましょう。はい、もう現役時代のような鋭いスイングじゃなくてもいいんだったらいいですけど。本当ですか？はい、私絶対それは断られるに決まってるじゃないって言ったんで。いや、いいですね。ちょっとこれ軟式用なので、あ、軟式用が恐縮です。ちょっととんでもないです、すいません。どちらに向かって、どちらに向かって、思いっきり振らなくていいですね、別に。いや、そうですね、思いっきり振ってなんか肩とか痛めていただいてもらってごめんなさい。いいですか？ちょっと待ってください。今皆さん録音の録画のタイムです。はい。そんな大げさです。はい。いいですか？バッター、はい、松井秀喜、バッターボックスに入って。